はい、えー、皆さんこんにちは、はいえー、第57回通関紙試験分析会を始めたいと思います、えー、担当はレック専任講師の伊藤でございますよろしくお願いいたしますまずはあ受験の方ですね、えー、お疲れ様でした、えー、今回のお試験に関しましてまず全体的な公表ですねこれを申し上げましてその後で実際に3科目で行われたわけですけれども 3科目全部というわけにはいかないんですが通関業法はですねあのこれは難しい問題も確かにあったんですが五軍選択式の方でだいぶ取れたのではないかと思いますから通常の合格基準である6割ですね。これはまあな,んなく 取れたんではないいかと思いますので、まあ、その問題に関する説明というのはちょっと省略させていただきまして、公表の後三、えー、3科目目から順番にです、ね、通関実務、それから関税法等に関しまして、えー、解説などを加えていきたいと思います、そういうような段取りでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ままずはは全体的な印象としましてはですね 今年はこれ2科目目が難しかったんじゃないかと思うんですね。3科目目ももちろんですね通関実務科目申告書の問題輸出、輸入ともにいろいろなところを見なければいけないというところからこれは時間ですね難しかったというよりも時間的なもので制約を受けてですねこれはまあ90分1時間半の 時間を使い切ってしまった方もいるかも分かりません、えー、のでまあそこの部分だけなんですねまあそこの部分だけといってもやはり時間が足りなかったらなかなかね問題解けないということになるので合格基準に達しないという方もいらっしゃったかも分かりませんしかしながら2科目目のね関税法等に関しましてはこれは結構得点が難しかったように思います 五軍選択式通常であればです、ね、あの5問出て25点、配点ということで得点源になる部分になるんですけれどもちょっと難しいのがあったいくつか五軍選択式、まあ、完税法ですけれども第2問とか第4問第5問ですね、まあ、第4問なんか全体的にちょっと難しかったかなと。 第2問あるいは第5問に関しましては一部の足が難しかったように思いますですからここでですね拝二点25点拝点ですけれどもすべて取るというのはちょっと難しかったように思いますどのぐらい、えー、取れたかということで、えー、合格基準の6割、えー、点数でいくと36点になりますけれども36点に達するかどうかというのは五軍選択肢の後の部分取りこぼしがないと。 いうことがまあ条件になってきたのかな取れないものはねなかなかこれ難しいところからの取材だったので取れなかったものもあると思いますそれから複数選択が難しかったですね複数選択式10問ありますけども特にえまあ後でですね通関実務科目の後で関税法の方の問題見ていきますけども6問7問8問14問といったあたりが結構難しかったように思います。 まあ複数選択式は得点が1問当たり2点ですんでね、えー、結構配点が大きいというところで、えー、なかなか得点が稼ぐのは難しかったように思いますただしその逆に卓越式問題こちらの方はあ、まあ、2問程度は難しかったのがあるんです確かにねあるんですけどもほぼ基本的な知識の中で解けるような問題だばかりだったように思われます。 複数ただ、順番としましては複数選択式の方から解いていく方が多いと思いますのでそこでちょっと心が折れちゃうというようなことがあったら困っちゃいますけどね、まあ、心理的な問題です。えー、ということで全体的に見ると関税法等2科目面に関しましては合格基準36点ですが、まあ、40点程度は取れるような問題だったですね。えー、ただ 全部取れるかどうかというのはまた難しいところがあるので40点ぐらい取れるような問題が出てその中で36点取らなくてはいけないということは4問しかまあ卓越式であれば4問複数選択肢だと2問しかねこれは取りこぼせないというところからかなり厳しいような問題が多かったように思われます通関実務に関しましてはですねあの先ほど少し触れましたけども 輸輸出申告書輸入申告告書書入これはま配点非常に大きい全体が45点の中で輸出5点輸入15点ですから20点配点ということですからもう何といっても3科目目の通関実務科目に関しましてはこの申告書の出来次第ですよねここで大量に失点し失点というか得点できないということになるとかなり厳しいものになるというふうに思います。 ただですねそれ以外の複数選択式計算式それから卓一式ですねここはそれほどの問題ではなかったように思われます全体的に見ると通関実務科目はややややですけどもね難易度はこ,こ10年の平均から比べるとちょっと低いように思われますただ先ほど言いましたように難易度は低くても申告書の問題で 時間を費やしてしまうというようなことがありえたわけなんでこの問題に関しましてねあの皆さんもう終わってからじっくり解けばこれはああそういうことかということで解けるはずなんですこの2つの問題は。ただしやはり限られた時間の中で解かなくちゃいけないというところがありますんでねそこの部分はここはちょっと加味しないといけないということですね。でここ数年の 傾向を見ますとここ10年ではなくてねここ34年ぐらいの傾向を見ますと昔は前はですねその前は圧倒的に通関実務科目これが合否を分ける分岐点というふうに言われてましたけどももちろん今でも通しかしながらプラス関税法ですね2科目目の関税法の 難易度ががやや上がっているというとうころでかなり細かいところからの出題というのがちょっと増えてきているその割合も増えてきているというところから2科目目で合格基準に達しなかったという方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますんでねこの傾向は数年続いているんでまあ来年のまあ来年の話になってしまいますけどねその2科目目の部分の強化というものも ここれれれは重要ににななってくると思わまますすがり、はい、それではですね、えー、3科目目の通関実務科目のところからあポイントになるようなところですね、えー、どういうふうにして解くのかあるいはどこを気をつけなきゃいけないのかというところを1問目から見ていきたいと思います、はい、では問題ちょっとご用意いただけますか まあ、通関実務科目1問目、2問目は、ね、別冊の方も使う形になってきますけどもねまずは輸出申告書の問題、えー、これはあのまずはですね申告科学の問題から見ますけれどもお仕入れ書の縦値が CFR ですから C&F と一緒ですね運賃込みの値段になっています。そこで問題文の6を見ると 内訳が書いてあイー、e、ローハという内訳があってセ、e、が6%ロが4%ハが8%これどういう意味かというとこの CFR の金額が全体が100%として見てくださいそのうちの 6%4%8% がイー、e、ローハの金額ですよという意味になるそこで FOB ですよね輸出申告書の申告価格というのは FOB にしないといけない。 FOB にするためには、歯だけですね、歯の輸出口から輸入口に到着するまでの会場運賃、利用する運賃、これが FOB を超えた金額になりますから、この8%だけを引けばいいということで、仕入れ所価格に0 9にかければ、すなわち、新国価格である FOB 価格が出てくるということになります。 はいまあ、縦値違いという問題ですけどもね縦値違いこれ計算方法間違いないでくださいねそういうことで計算すると2番のまあ,のあの便宜上ですねこれあの番号振ってなんですけれども一番上のインセックスアノーラックから順番に便宜的にですね番号振っちゃいます1番2番3番4番5番6番ってねそうすると 2番の1540ドルというのがこれが FV 価格に直して円買いに直すと19万8352円ということになりますからねこれは少額になるということですねですから少額合算に関しましてはここを基準に考えていただければいいそれから落とし穴としまして問題文の中で少額合算も含めてこれは ABCDE の順番決める算よと。 結論から言うと、えー、まあこれはあの2番と4番これがです、ね、あの分類したあ,、まあ、あとですね、えー、同じ分類番号じゃありませんが小額になるんでこれが小額合算ですね対象になるそしてこの2番と4番合算すると3040ドルになるこの3040ドルは、えー、5番の2500ドル これは20万を超えてくるわけですがこれよりも大きな金額になりますから少額合算したものは D なんですねそして20万を超える貨物にもかかわらず5番の貨物は金額一番小さいから E に持ってこないといけない、まあ、ここで間違えた方も結構いらっしゃると思いますけどね E と D ですねはい、えー、まあ順番としてはそういうことなんで少額合算の順番 これは間違いないいいよううにしてくださいというのがまず第一そして、えー、貨物分類に関しましてですけれどもまず一番最初のユニセックスあのラックここは問題文の8番がちょっとポイントなんですね、えー、一番最初のあのラックに関しましては5407個の織物からあ、えー、製品にしたものという断り書きがあって この部分がですね輸出統計品目標の方四4ページになりますけれどもこれが5407項というのはこれは通常の織物ですねポリエステルの織物になるんで6210項には該当してこないということですね。というのは 衣類でもそれぞれの生地が特定されてまして生地特定された生地からの製品じゃないとならないというような規定ですこれはあの以前もこういうような問題ありましたけどねここの部分には来ないのであのラックそしてこれはユニセックスですからあ男女兼用ということなんで,で男女兼用で男性用女性用分かんなかった場合は女性用に持ってきなさいと。 いう規定になっておりますんで、えー、女性用の女子用のあのラックというふうに見ますので6202以降そして、えー、繊維はポリエステルこれは合成繊維なので6202400002となりますねそれから2番目の貨物ウーマンウォータープルーフですかあこれは、えー、問題文の方で。 モルの9の方ですね5903項の織物からの製品ということでこの部分が6210項の項の規定5903項というのは6210項の項の中5903項から製品にしたものということが書いてあるこれはあのポリエステルを 得したようなものですね記事になりますけども5903項というのは前の59類の方はないのかなこれは。やっななかったかたということでこちらの方はあの女性用のウォータープルーフあのラックということで分類するのではなくて6202項ではなくて620項の方で分類しないといけないというところですね。 ここにまず気がつかないといけない6210校入るとその製品にしたものはどの製品と同じなのかということでここで製品自体は6202校と同じだということになりますので2番の貨物は6210300003というふうに押さえていくわけですそれから3番目の貨物これはあ いいいろろな繊維が混ざってるものですよねこの混ざっているものに関しましては、えー、これは一等計品目標の方の第11部の中の2、えー、ラージ A ラージ B1 ページ目ですねこちらの方の解釈がちゃんとできているかどうかということが大きなポイントです、えー、つまり、えー、繊維がいくつかに分かれている場合にはね複数のものを使っている場合には いきなり輸出統計品目標の方の6桁あるいは統計細分の方の番号こちらを着目するのではなくて類の類ですね50類51類52類535455五ですねこちらの方の類を決めてから始めるというような規定これが11部の部の中ですなります。 えー、これはウール25%、コットン30%、ナイロン30%、アルパカ10%、アンゴラ合ー同ー5%ということで、えー、51類の羊毛、専従毛等に関しましては、これは25%、ー10%、5%、40%使っているということです。でですので、えー、この3番のこ番貨物 ショールですねこれは51類が40%コットンが30%ナイロンこれは合成繊維になりますから54類55類が30%と見ますので51類が一番大きいということで全体がもう51類のショールだというふうに考えます。そこでこででれがショールですね え繊維としましては羊毛または千獣毛というところの6214200005を選ぶということになります、はい、4番はメンズシャツですね、えー、メンズシャツはこれはもうコットン100%ですから簡単ですね6205200002ということで5番6番がこれはニットですね えー、特に記載のないもの以外は織物ですけども記載があります、えー、5番6番は括弧の中に「鉄」とありますからあ61類じゃなくてあ62類じゃなくて61類でね、えー、見ないといけない61類ですから2ページの方ですね、えー、ここに行きます、えー、そして、えー、5番の貨物はあこれはちょっと分かりづらいんですがプレーンという言葉ですねプレーンというのは、えー、これは無地と ということで6109に入った後と異なる色の糸からなるものまたは螺旋螺旋というのはこれプリントなんですけどねしたものには該当しないということで6109109005ということになる6番のネクタイですねネクタイはこれ解説の方ですね 5ページの解説の方の6 2 1五校のところを見るとメリアサミまたはクロサミのネクタイ、まあ、6117って書いてくれてるんですよねですので6117見て、まあ、勝利やマフラーなどじゃないので6117800006ということになりますはいいろんなところを見ながら判断していかなきゃいけないというのが第一問ですね 少額、はい、さ算、最後間違えないようにしてください、そこ間違えちゃうと2つ答えが逆になっちゃいますからね、えー、得点できないということになる、次は輸入申告、輸入申告はまあちょっとですねあのこれも時間かかりますよね、まずは課税価格の件になりますけれども、課税価格の方は、これは 7, 番7ページの方で8番。 これもです、ね、便宜的に仕入れ書の方1番から6番まで番号を振ったとします振ったとしまして8番の方がこれがです、ね、商用券の使用の対価ですけどもこれ輸入取引の条件になっていないですね最後のところ、なお書きで輸入者買い手と輸出者売り手の間当該対価の支払いについて取り決めはないものとする。 この商標権の使用の対価を払っていない特許権と商標権も含めてですけれどもこれは輸入貨物にかかるものそれから輸入取引の条件としてその支払いがなければ加算対象にならないですねそこで最後のところの文でこの文章によって輸入取引の条件になっていないという判断になりますしたがってこれは加えませんそれから えと10番ですね、新国価格に関してはね、10番はこれは、えー、輸入者と輸出者の双方をお代理して、その受注、発注、交渉、当該輸入取引の成立のための業務、これは仲介手数料に,、ね、になりますから、買い手が支払った520ドルの分、これは3番目の貨物だけに、ね、加えていきます。 それから、問題文の11番で小売り用の箱の提供というのがあってこれは6番の貨物だけにありますのでこれは無償提供した物品になりますからこの費用というものも250ドル6番だけに加える問題文の中でのプラスの要素としましては3番に520ドル それから6番に250ドルを足していくということですね、その上で ABCDE を決めていくということです。で小学合算に関しましては、小学貨物がいくつかあった場合、有税品と無税品に分けますよということですね、有税品の場合だけは有税品だけで合算、無税品は無税品だけで合算という形で、ABCDE の順番も。 これ総額合算も加味して入れていかないといけないということですはいそれでは分類の方いきますがまずは1番これ読めちゃうと簡単なんですけどフォアグラですねこれ、えー、フォアグラなんですね、えー、ですからまあ,あこれはガチョウの肝臓ということになりますからあーフローズン、うん、フォアグラファティーリバー,ーということですねオブグースグースというのが これがガチョウになるので、えー、与えられている実行関税率表の方まあい,いくつも、えー、類があります二、えー、類三類五類七類八類それから十六類とあ,ありますけどね類の特徴をねまず捉えて行かなくていけません、えー、ガチョウになりますから、えー、これは二 第2類ですね第2類え生きているものじゃないですねフォアグラですから肝臓になりますからそこで2類の中のグースこれは0207個ガチョウのものというのがギースこれはあの複数形になっちゃってますけどね、えー、ギース,グースですねガチョウその中で、えーまあ、選べばいいここで注意しなければいけないのは まず分割したものという表現がある分割したものというのは分割してないものは丸々1頭なんです一番なんですね肝臓ですから分割してますこれはね一部だということで分割しているというふうに判断しないといけないじゃあ分割したあと020753か54か55これを考えるわけですがここはいきなりですね53に脂肪質の肝臓とあってファティリバーと出てくる ししかしこの5というのは生鮮のもの指び冷蔵だけなんですですから冷凍のものは入りません冷凍したものはど一番下しかない020755ですね、えー、そして肝臓ですから1002というふうになる分割したものでもその状態ですね冷蔵生鮮冷凍この違いによって分かれているということを理解しておかなきゃいけません 2番、これはソーセージケーシングというものですね、これはズバリですね、5類の方の英文表記に出てきます、ソーセージケーシングというような日本語の右側の方う、ディスクリプションの方に、フソーセージケーシングとありますから、ズバリここでいいということになります。ですね 次は3番3番はこれは、えー、ミューゼルというものですがこれ三類のですね実はこれもねあの気が付かないと思いますけれども三類の方の、えー、創設ですね創設を見て、えー 軟体動物、三類創設に、えーえー。出てくるんですね。これはもう、もう一つ問題文の方で。問題文の八番に。八、えー、番じゃない、ごめんなさい。十、えー、番ですね。十番の方う。九番だごめんなさい。十九番で開口のために。 必要な熱湯処理後に凍結したものであり機密置きでないものとするということがありましてそれを受けて三類の方の、えー、創設ですね創設の方の下から2行目軟体動物で開口のため、ね、輸送または凍結に先立つ 安定化のために必要な熱湯処理その他あの熱衝撃のみを施したものは調理したものとは見なされないということで熱処理をしているけれどもこれは16類持っていかないで3類でいいよというふうになるわけです、えー、なりまして3類の方を見ていくとミューゼルというのはね3類、えー 今の解説でこの貨物は三類だということが分かるんですねそのための注意書きになっているわけなんで三類を見るといきなり意外で英文表記がこのシーレーションに書いてあるものになりますからあとは冷凍したもの0 3 0 7 3 2 0 0ロ5ということになってきます次は4番フリーズド,ドライフリーズド,ドライというのはこれは えーまあ、凍結乾燥になりますけどもね凍結乾燥に関しましては12ページの方の8類の、えー、創設の中で3行目の初めの方乾燥を確保して脱水蒸発または凍結乾燥を含む凍結乾燥したものもこれは乾燥というふうに理解していいよということですよね、えー、そして品物はこれは えー、ラズベリーですねラズベリーですから、まあ、これ読めればねあの果物だっていうのは分かります8類8類に行って、えー、よ4番ですよね4番乾燥したもの乾燥野菜ということですから、えー、0813の方ですね0813乾燥野菜じゃない乾燥果実の方ですね0813、うん、見てあとはえー ラズベリーズバリありませんからベリーというところで最後ゼロ八一三四ゼロゼロ一ゼロ三というふうに判断します。五番今度はブルーベリーですねこれを読めますよねブルーベリーはねブルーベリーも当然これは八類の果実になりますんで五番の貨物はフローズンブルーベリーのアデルシュガーと。 いうふうふになっておりますが、えー、あ冷凍ですねフローズンですからね0811いって、えー、あとはベリー類がずっとあるんですねストロベリー、えー、ラズベリーってありますけどここにブルーベリー入ってきませんから6桁の5レベルでいくと0811905ここにきて、えー、一番砂糖を加えたもの加えてないのでその他。 パイナップルでもないし、カッコの2番に書いてあるパパイヤ等にも入ってません。3番の桃なしとかでもないということであ、まあ、ベリーですね。ごめんなさい。3番に入ってくるんですね。ベリーになりますんで、最終的な番号は0811902302ということになります。6番は、これは、えー 読めればわかるんでですすけどトトリフです、ね、トリフフねこれも今度は解説のあ類中の方ですね類中の方の、えー、7類の類中の2番9ページですね2番の1行目の最後「トリフ」とあってこの英文表記が右側に行って「トリフ」同じスペルですよねなってますからあこれトリフだなということがあ分かる気が付かないといけない。 えー、フローズン、うん、冷凍ですから「07105」ですねそして「07105、えー」入ると上の方あ当てはまるもないので一番最後「真っ向」と言いますけども「0 7 1 0 8 0ロ0 9 0 4という番号になっていきますいろんなところにヒントがあって、まあ、そのヒントがどこにあるかが見つけるのはねちょっと時間がかかったら かなりの時間を費やしてしまった問題だということですはいあとは順番はねあの皆さんの方で確認しておいてくださいそれから第3問12ページの第3問はこれはですね基本知識で答えられるような問題になってます範囲内の問題ですんでね1番と3番 これが回答になりますけれども特に3番ですね3番何が書いてあるかというといわゆる輸入許可前取人この申請をして承認を得る,得ることができる場合が例として書かれてるんですね在庫がなくて創業に支障をきたすといったような場合は輸入許可前取人承認の承認対象になるというふうに読むと分かりやすいですね。 例があるだけの話とということですそれ以外のものはこれはちょっと答えて、まあ、理解していないとちょっと困っちゃうなという基本レベルのちょっと上級の基本レベル程度のものになります過去問とかもやってればこれは解けます次第4問第4問もこれも正解できますね この手の問題というのは年年ぐらいい前に2年連続で出たと思います上の方の上,の上にある括弧書きの内容というのはこれを正しいかどうかを判断しちゃ駄目ですよ。ここに書いてある文章というのは正しい文章だと結果として3305105に分類したというこの分類にあたって 通則あるいは、あ類中を使いましたかどうかということを問う問題。で、結局、これは、あの、三三ゼロ五、一ゼロ五に決めましたから。六桁の五まで決めているということですよね。六桁の五を決めるにあたっては、これ、通則の六なんですね。四桁の項を決めるにあたっては、通則の一から通則の五まで、に従って決めます。 6桁の5に関しては通則の6まあ通測の1から5までを順用した形であるいは5中の規定により決めるというふうになっているので5レベルまで決まっているということから、えー、通則の6を使ったという結論になるそれから5番ですねこれは34類の類中になりますけれどもこの34類石鹸ですねこの類には次の物品を含まないということで 本文の対象化も伝わるシャンプーシャンプーはこの類に含まれないということからこの34類の類中も使ったということになりますから5番も使ってますそしてこれらを使って分類したということになると通則の1項の規定および部または類の中を使って分類したという考え方ですね。これが 適用されますんで通則の1も使った1と4と5これを使ったんだということになるんですね答えは1番4番5番ということになるそれから第5問これは分類の問題ですねどうもあの試験終わった後ですね2番の「腎臓コランダム」これなんだということでちょっと皆さん悩んじゃった方がいると思う。 ただこれはコランダムなんか必要ない。なぜかというと腎臓という言葉が問題これ25類。25類に分類できるものはどれかということですよね。25類って何か。タイトル書いてある。塩硫黄、土石類。これは天然の岩石等なんですだから腎臓のものはここには来ないということからそこだけで2番は外れるというふうに解釈しないといけない。 結論としましては1番と5番ですねこれが25類いきます3番のチョークこれは書くものということから96類の雑品4番のダイヤモンドは大丈夫ですよねダイヤモンドはこれは71類貴金属なども入ってくる類になりますからね腎臓のコランダムだけ悩んだかもわかんないけども腎臓ということだけでこれはもうヒントになっちゃってるということです1番と5番 それから6第6問第6問これもですね過去この手の問題というのは出題されています非常に簡単ですこれは、えー、読んでいくとちょっと難しいように見えるんだけども計算するだけの話、えー、つまり可表ってありますね可表の1番その中の計算式減産、えー、材料割合パーセンテージを足すためにはどういう計算するか FOB 価格分の FOB 価格マイナス v n m る1 0 0だということでそれぞれ1番から5番までの貨物の原材料とそれから輸入してきたものとね X 国で輸入してきたようなものこれの割合を出せばいいこの計算式に当てはめればいいんですね。じゃあ VNM VNM は何かというとこれはその下に書いてありますねこの場合において VNM とは産品の生産において使用された非原材料の価格を合計したものをいうなお非原材料とは原産材料とのされない原材料原材料であるかないか不明な原材料を含むということで可否の割合、えー 円ですね、300円から1100円までありますが、全体の FOB 価格は4000円ですから、それらの数字を当てはめて計算するだけの話です。そうすると、これは50%以上のものが原産品と捉えるということで、1番、これが55%、2番が52.5%、4番も52.5%、 3番が37.5%、5番が35%ということで、50%以上のものが1番、2番、4番なんだよということですね。問題文が分かっちゃうと、あとは簡単なんです。問題文が理解できるかどうかだけの話ですね。1番、2番、4番が正解です。そのポイントは、可表1の中の減災材料割合、パーセンテージの出し方。 これも全然難しくないですよね。それぞれ全部説明してありますからね、書いてある。はい、次は7番。えー、7番も、これは原産地ですね、今度はね、また、これも原産地の問題、えー。完全に生産された物品に該当するものはどれかという、特計関税にかかる問題ですね。えー、これに関しては、あ下の方に、えー、完全に生産された物品の指定と。 いうようよなものがあこれは8条ですね、えー、暫定規則8条に関数字の1番から10番まであってこのようなものはあ完全に生産された物品なんだよということでここからあ読み取っていけばいい1番に関しましては6号、一の国または地域の船舶により航海並びに本邦の排他的経済水域の海域 及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物、この規定により、該当しないという形になりますね、2番に関しましても、これは6号になりまして、これは6号に該当するので、原産品ですね、完全に生産されたものになる、それから3番は1号、1号ですから、1の国または地域。 において採掘された鉱物性生産品という規定これに該当しないのでこれは外れる4番は9号1の国または地域において行われた製造の際に生じたくずこれに該当するので完全に生産された物品に該当します5番はこれは引っかかっちゃったと言いますかあのちょっと考えすぎた方もいるかもわかりませんけど4号該当なんですね 一の国または地域において動物生きているものに限るから得られたものと生きている動物から得ればいいんです牛乳であったりあるいは蜂蜜ですねその牛乳のもとの牛は違う国で生まれて違う国で生育したものでもいい蜂蜜の場合でも違う国でハチが,が生まれて生育してそれを輸入してそこから蜂蜜を取った。 蜂蜜を採取していきますねそういうものでもいいという形になりますから生まれかつ生育したという要件これは入ってこない、えー、まあいらないんですね、えー、ですからそれが生まれ生育したのは他の国であってもいいのでその牛から取れ,れたものは全てその取った国が原産国になるという4号を適用するということですですので完全生産されたものは2番4番5番と。 いうことになる1番が6号1番2番が6号を見る3番が1号4番が9号5番が4号を見るということですねはい次は第8問のあ計算問題ですね計算問題これはあの採点2点ですから得点源ですねで今回の問題は全問正解できます特に第8問と第9問 これはもう基本的な知識のからの問題になりますからね、えー、これはもう解けないといけないまずは第8問に関しましては修正申告によって不足税額これを計算しますこれ簡単だと思いますけどね税額同士の比較ですから100円 未満切り捨てた者同士の差額これが22万6700円になるこの22万6700円を増差税額として過少申告加算税を課します増差税額が50万円以下の場合には5%の過重過少申告加算税は課されませんなので10%だけです10%をかけるにあたっては1万円以下切り捨ててから10%をかけるということで 22万円かける 10%2 万2万二千円だよということですはい次は第9問これもですねもうしょっちゅう取材されていますからこれはもう絶対取っておかないといけませんね、えー、法律が変更になったということでは直接ないんだけれどもね、えー、協定によって税率が変わったということですから同じ扱いすればいい位、えー、入れ証人あるいは相互入れ承認 あるいは、移し入れ承認した後輸入申告をした場合原則としましてはこれは輸入申告の日における法律を使いますけれどもただし輸入申告の後輸入の許可の前あるいは輸入許可前1人承認がある場合はその前に法律が改正された場合のみこれは新しい税率ですね新しい法の税率を適用するということで今回は、 あ4月1日に変更ですからユニカフマイ取ル承認が4月3日ですのでその前に変わっているということで適用税率、新しい税率3.8%適用ですあとは簡単ですね、関税額計算ですから1000円未満切り捨て694万4000円ン3 8 26 3, 2 6万3872円になりますが 円円未満切り捨てた答えはとということです。次は10番、10番は,です、ね、これは例外的な決定方法での課税価格の計算そのうちの同種または類似の貨物にかかる計算問題ですね。同種類似の貨物にかかる取引価格が複数あった場合まずは優先順位があるんですね、優先順位は同種か類似かを見る。 同種必ず優先同種のものが複数あった場合は今度は生産者を見る輸入貨物と同じ生産者が生産した同種の貨物か違う生産者がしたものかね当然輸入貨物と同じ生産者がしたものが優先するそれでも複数のものがあった場合は最後は最小のものである一番金額が小さい順番にやっていけばこれは ごめんなさい、えー、にですね、えーごめんなさい、違うわ、は、はですね、ごめんなさいね、えー、はの1台当たり5000円というものを、これは CFR 価格として見ればいい、えー、それに500台かけて、プラス CFR ですから、保険料はね、これは M、買い手が別途、プラスしてますんで、4万円を加えてください、254万円ということになります。 はい、第11問はこれはですねあのポイントだけ申し上げますけれども問題文の2の「は」品質不良等による変質の割合が契約数量の3%以内であれば値引きやクレームの対象とはならないとありますねそしてプラスして、えー、4番問題文の4「M は当該売買契約に基づき 本邦に到着した当該冷凍解実についてその輸入納税申告に先立ち検査機関を Y2 事故のために検査を依頼したところ品質不良により1 5 5 0キロが変質していることが判明したこの1 5 5 0キロが全体の何パーセントに当たるかを計算する2.8%強ですそうすると3%以内であればクレームの対象にならないということは3%以内の損傷等があることはあらかじめ これはもう承知してるんです、ね、了解した上での価格になっているのでその場合いくら輸入した後、まあ日本に持ってきた時にですね変質損傷があってもこれは減額の対象にはならないということです。はじめに想定されたものの中で変質損傷が起こっているわけなんでねここの部分がポイントになってこれは減額しちゃいけないということです、まあ、あととはね簡単だと思います。 はいここだけをクリアしておけばいい、それから第12問、第12問は、あこれはあ、えー、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、900個の契約をしたけども、今回入れるのは150個だけなので、900分の150個という割合で、加算すべき費用を安分計算して足さないといけない。そののの分計算の対象になってくるのが これが問題文の4番ですね M は当該売買契約に際して当該家庭用電気機の代金とは別に X が所有する当該家庭用電気機にかかる特許権の使用に伴う対価として90万円を X に一時金として支払うまたこの一時金とは別に当該売買契約における当該家庭用電気機の価格には 当該家庭用電気機1個当たり150円の特許権使用料が含まれているあと最後の部分含まれているというのはこれは150万円は特許権の使用の対価でしかも買い手が売り手に支払うということですからこれはもう買い手が売り手に支払うということはその支払いの対価を払わないと輸入取引は成立しないということですから輸入取引の条件になっているしかも 輸入貨物にかかるものなので90万円だけを加算対象になるこの90万円は900個の加算対象になりますから900個分の150という割合で加算しますはい150円の使用量が含まれているこれはもともとの価格に含まれているので減額とか加算とか 計算上入れないいでくださいねここはね150円は無視してくださいはいそこだけがポイントになってきますね、はい、これは計算問題全問問題題全解ける問題ですやや難しかったのはまあちょっと11問がね変質損傷の割合でね想定された割合の中で変質損傷があったんで減額はできないというところがポイント13問 これは正解はちょっと難しかったと思いますね、えー、なかなか難しい問題でした答えはこれは正しいものは4番ですね輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合数量の変更に伴い変価格を変更しようとする場合を除くにおいて輸出申告書に記載した価格が20万円未満でありかつ 本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは税関庁は輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させることができることとされているこれ知らないと分からないねと思いますこれはこれはもう解けなくてもしょうがないこれは基本通達レベルの知識になりますそれから第14問これは 所属の決定ですね所属の決定で、えー、これもですね、えー、2番が答えになるんですけれどもちょっとこの類中まあ虫類の類中というのがあって、えー、香辛料の混合物に関しましては同じ項の混合物なのか違う項の混合物なのかによって項が決、ま、変わってくるよという類中があるんですね。 それがわからないとちょっと難しいんですけれどもね難しかった場合はまあこれはゼロ回答じゃないということを前提にして1番3番4番5番ですねこれが全部正しいんだというふうに判断できれば消去法で最終的に答えられるかなというぐらいの問題これもちょっと難しかったですね第15問これはもう得点源の問題ですね 類があって右側の方に3つの品物があって類に入らないものの組み合わせということですからこれは3つ分かれば組み合わせは5種類しかありませんから分かっちゃうんですね。特に BCD ですね22類の B それから40類の C65 類の D これは それれまあ基本的なねあの貨物の分類の知識ですね B が上流水はこれは28類いくし C の40類の方の C の5分製の水泳棒はこれは機能分類で65類防止の方にいくし65類の方の防止の中には中古の防止これは63類入ると。 この辺りのところは分かると思います BCC この組み合わせというのは4番しかありませんからね、えー、これは答え4番ということでこの問題は、まあ、と解ける問題だと思いますそれから16問ですね次ね16問、えー、これも原産地の問題になってきますけれどもお定額国の原産品とされるものをね これは答えは5番になります5番は F 国、非締約国から輸入した F 国で生産したマスタードの粉マスタードの粉というのは2103305なんですね、これを使用して英国で生産された調整したマスタード2103305同じ5ですけれども2103305の規定下の方に品目別原産地規則あります。 その品目別原産地規則を見ると2103305の産品への他の合の材料からの変更と他の材料から変更しないといけないとありますが正し書きがあって非原産材料のマスタードの粉は使用できる同じ合のものでもマスタードの粉から作ったのはこれは原産地規則いいよとそれでいいよということを言っているわけなのでこれを受けて5番が正解ということになる。 最後17番これはですねあの経済連携協定、えー、比較的簡単な問題です経済連携協定に伴う,うその税率を適用するにあたっては一つは第三者証明税関等の第三者証明締約国原産地証明書それとある協定においては自己証明ですね、えー、輸入者輸出者生産者 ああこれは自己証明することができる。定約国原産品申告書ですね。えこれを使うことができる。この問題なんですね。これはああ定約国原産品申告書というものは絡んできますので、自己証明することができる協定はどれかということなんです。二番のおこれはあ東南アジア諸国連合。これはあ第三者証明。 え税関等の第三者が証明した原産,品原産地証明書しかだめなんです。自己証明できるのは最近の協定だけです。オーストラリア協定 TPP11 日 EU 日 A 日米 RCEP ですねこれだけが自己証明できるものになりますのでそれが分かっていればもう2番が外れるということが分かります。 はい、えー、ばーっとね、えー3、3科目目のお話し,しちゃいましたけどね、残りもう1時間近くになっちゃって申し訳ないんですけども、2科目目の関税法とあ要点だけをね、ちょっと取り上げたいと思います。ちょっと1時間以上ね経ってしまうと思いますので、えー、ご勘弁いただきたいと思います。えー、まずあの、護軍選択の方はね、ちょっと、えー、覗かせていただきますけども、 えー、まずは6第6問、これ難しかったですね、えー、足の5番がちょっと難しかったと思いますけど、まあ、答えられないことはな、ね、い、過去問でも出てますけどね、足の5番は、関税法第14条第1項、構、え、成、ー、決定等の期間制限の規定により、関税についての構成をすることができなくなることの日前、6月以内にされた構成の請求にかかる構成は、 当該公正の請求があった日から6月を経過する日まですることができるつまり公正ができる期間というのは決まっているわけですねその公正ができる期間の終わり間際に公正の請求があった場合に税関庁の方があその審査する時間これを確保しないといけないということから間近に行われた公正の請求に関してはその請求を受けてから6ヶ月間審査期間を 延長するというようよなな意味になるんですねそういうことで5番はこれは正しいというふうになるんです、はい、それから第7問もねこれね難しかったかなとは思いますけれどもねえー、まあちょっとこれはと取れなくてもしょうがないかなって感じですねこれはね私どもの方うもちょっとこれは他の他社さんと 答え割れちゃったんですけど2番をね正解にしちゃったんですけどもこれはここに書いてある内容のものが具体的には郵送,ですね郵送に要する日にちを経過したと。 いうことが法律上あるんですが通達レベルでその送達に必要な日というのが7日間というふうに書いてあったので私どもは正解にさせていただきましたはいそれから次は第8問第8問はこれはもう通達レベル通達レベルってわかりますかねあの規則は決まりというのは法律というのは法律があって次は施行令 より細かく記載してあるそれよりも細かいのが例えば関税法基本通達というレベルの問題なんですねこの基本レベルの基本通達レベルになっちゃうとかなり難しくなっちゃうということがあります特に足の3番4番これがですね通達レベルになります複数選択肢ですからちょっと難しかったかなというふうに考えられます 特に3番ですね、ちょっと迷ったんですけれども、コンテナに詰められた状態で輸出の許可を受けるため、保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申し出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができるとあって、つまりコンテナに詰められた貨物に関して検査をする必要がある場合、 保税地域等に貨物を入れないとできないいととではでききのかますよとただしその要件保税地域等に貨物を入れないでやるためにはここに書いてあるように輸出者からの申し出があることも一つの要件なんだけどもこの問題はあるることとをっってていう表現になっているつまりあることをもってというのは輸出者からの申し出があれば保税地域入れなくても検査を受けられますよというふうに解釈する。 そうではなくて、えー、一社からの申し出があって、さらにプラスかつですね3つの要件をすべて整った場合に初めて、保税地域貨物を搬入しなくても検査を受けられるというふうに解釈します、えー。一つが搬入前検査を実施することに必要がない貨物であること、それから二つ目が、えー、積み付け状況、説明書、その他、仕入れ書等により貨物の内容が明らかであること。 それから3つ目が搬入前検査終了後速やかに保税地域等に搬入されることが確実であるという要件この3つも加わって要件になるということですがこれが書いてないので誤りといいううふうに判断しちゃいます次、第9問これも難しかったですよねいやいや難しかったという感じですかね。 4番と5番これはの予備審査制というものですね予備審査制というのは貨物が到着する前にあらかじめ審査だけを受けておくとその審査を受けられる種類のものは4番何でもいいんですよこれね他法令の証言がなされてなくてもこれは予備審査は受けられます予備申告はできますそして5番はいつからできますかということですねこれはその 予備審査にあたる対象の貨物が特定できた時すなわち特定できるのはあこれは船に証券が発行されたそれから輸入貨物ですから申告価学計算しないといけないそのために宴会に直さないといけないので外国為替相場が公示された日というのも一つのポイントになってくるこの2つの要件が整った時に初めて予備審査ができるというふうになる。 予備審査に関しましても、ね、結構、過去問で出てますので、過去問をやっていればこれで解けたと思います。それから十問、第10問ね、これは全問正解できると思いますし、正解しなければいけません、それから第11問、少しひねってはいるんだけども、これも正解できる問題だと思われます。 それから一番最初冒頭で申し上げたのは第14問ねちょっと飛んじゃいますけども第14問外為法ですね外為法のこれは輸出の方ですね輸出の許可特に第4問これはちょっとね細かい規定なんで分かんなかったかも分かりません。足の4番 輸出防疫管理令別表1の16の項の中断に掲げる関税定律法別表第95類に該当する玩具をドイツを仕向けしとして輸出しようとする場合には経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないこの中で輸出防疫管理令第1ですからこれは武器関連ですね武器関連この場合は武器関連であれば経済産業大臣の輸出許可これが必要になってきますそのの中で1 16というのは 保管的輸出規制品目と呼ばれているものでこれは輸出する先が限定されているんですね逆に言うと輸出貿易管理徹底国という国に輸出する場合は除外されていますじゃあ輸出管理徹底国って何かというと先進国ですよ西欧を中心とした先進国 ヨーロッパアメリカそれからまあ韓国なども入りますけどねそういうような国は、えー、対象品目でも除外されているということここが分かってないとちょっと迷っちゃいますね、えー、それから択一式問題としましてはあこれは18問28問が難しかった18問があ、えー、これはあこれはちょっと、ね、難しかったですねえー 卓一式ですけどもお正解は1番1番これですね国税通則法というところからの問題なんでねこれできなくてもしょうがないですね1番が正しい記述になるんですけどね国税通則法なんていうところから出題されてきちゃってるんでねこれはもうしょうがないですそれから最後ねちょっと28問だけ押さえておきますかね28問最後の方ですね えまあ28問も罰,罰則の問題で罰則の,もの,知識あの学習までされている方は、ね、いらっしゃらないと思いますがここも卓越式問題としては取れなくてもあんまり気にする必要はないです、はいえー、関税法に関しましては、ね、かなりはしょった形になってきましたけれども。 まあ今のところあたりのところを中心に考えてくださいで残りの時間ちょっともう1時間経過したって恐縮ですけれども、えー、最後ちょっと私どものレックの方の講座案内ということでお時間をいただきたいと思います私どもが推奨する、まあ、コースというのが6ページ7ページですね6ページ7ページちょっと移しましょうか 6ページ7ページで6ページがこれがスタンダード「小学者コース」初学者コースといってもこれ全65回ってありますかなりボリュームあります他社さんと比べていただければ分かると思いますが、まあ、かなり基本的な知識に時間を費やしてますこの基本的な知識というのが上からですね5番目ですか 知識獲得講座というのがありますねここで26回これをこの講座につい出してこれをまさに基本的な内容のものになりましたねここの基本を非常にやっぱり私どもは重視しておりましてここは基本ができてないと2科目目3科目目においても3科目目は通関業法ですけどね。 影響してくるということですから土台をがっちり固めましょうということからかなりのコマ数といいうものを設けていますで1コマ当たり1回当たりこれ2.5時間10分間の休憩がありますけれどもそれを65回こなすという形になりますからこの小学者コース学習を始める時期が遅いてねだいぶつらいですこれはね。 これを全部こなすということ自体が難しくなってくるそれから次のお隣にある必勝コースこれはですねまあじゃあ何をプラスアルファしたかというとこの必勝コースの中の下の方ですね下の方の実践力パワーアップ講座 計算編それから実践力パワーアッププ講座申告書編といいうものをプラスしていますでここの部分はやはり、えーまあ、例年3科目目の通関実務科目が合否を分ける分岐点、まあ、最近は関税法の方もお強,強化しないといけないよというふうに申し上げましたけどもねそうは言ってもやはり実務に関しましてはこれは、えー、手を抜けないところになりますからそのお実務に関する ものですね課税価格の計算とかあるいは延滞税計算関税額計算過小申告加算税の計算等々ねこれが計算編特にまあ課税価格の計算というのはいろんなところに影響を及ぼすかなりの特典に影響を及ぼする部分でありますからこの強化それからまあ申告書ですね、えー、先ほども言いましたけども最近まあ結構複雑な問題が多いんでね申告書の問題いろんなバリエーションをやっていただくしかも このパワーアップ講座というのは他の通関実務科目の講座よりも難易度を上げてます上げているということで必勝コースというふうふに言っておりますそれからもう一つコースではないんですけども次のページいくと難関科目攻略パックというのがありましてこれは3科目目の通関実務科目ね 先ほども紹介しました実践力パワーアップ講座計算編申告書編、これを中心にして3科目目の強化を目指しているというものになって、ね、コンパクトな回数22回になっているということですね、こういうような講座を中心にです、ね、取っていただけると、まあ、実力がつくのかなと思います。それから割引ですね 前のページちょっっと戻ってください小学者コース、必勝コースともに同じですけども割引はここです、ね、下の方うにありますけども申し込み特典、日にちによって月によって、ね、6万円割引今年いっぱいであれば6万円割引それから来年の3月の31日まであれば早期割引で4万円これは小学者必勝コースともに同じです。 それから割引最後、一番最後のページ、ここもですねこれはあの該当する方、しない方いらっしゃいますけども、通関業者等です、通関業者だけじゃないです、輸出入関連企業の従業員の方であれば、さらに先ほどの割引プラス2万円割引というものを特典として設けております。輸出入関連企業ね 幅広く取ってます例えば対象業種はこういうようなもの例えばという形なんでね、えー、もし悩まれたらちょっとレックの方にご相談いただければと思いますはい、えー、ということでですね、えー、まあ試験内容それから最後 私どもの、まあ、コマーシャルですね、宣伝をさせていただきました。えー、1時間以上たってしまいましたんでね、えーまあ、この辺で終わりたいと思います。はい、では、第57回通関新試験分析会ですね、私からのお話はこれで終了させていただきます。お疲れ様でした